街角に流れる歌声に誘われて、今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ままに連れ。乾杯。やった。さあ、今夜の人生酒場はですね、岐阜県柳瀬にありますラウンジ南さんにお邪魔しております。南ママ、一つよろしくどうぞ。お願いします。なんか聞くとこによると俺と同い年だっていうことでね、だから今年28っていうことだね。同い年ですね。同い年だからさ、当年とって28。当年、また言うね、これが、こうラウンジ南というね、名前ついてる、すごいこう和風な感じなお店なんですね。ちょっとたまたま前のママが京都好きの人だったんで、でそれ感化されて、で1年ぐらい、だいたいお客さん入ってこいよもう。ママは何年ぐらいここでやってんのお店？まだ2年ちょっと。いや、それまでスナックとかそういう仕事じゃなかったの？あ、一緒です、こういう感じで、ママと2人で、その前は女の子が結構いっぱいいて、でも皆さん辞められて、辞めて、で南ちゃんだけ残ったってこと？えらい。じゃあ南ちゃんが頑張って一つ牙城を守ってると。いや、私も半分倒れそうです。なんでよ、弱々、なんか弱々しい感じがする。まあそこがいいんだね、ママのね。いや、昔からのお友達よ、もう私。あ、ママと。お友達なの？あれ、男女関係は？ないです。当たり前、当たり前。これがルールだよね。ママが発案したサービスでやってみて、これいけるかなと思ったけど、やってみたら後悔してるってサービスがあったの。88とかね、点数出るとボトル1本サービス。何？カラオケで点数がね、響きとか山崎だったら。響きはまずダメだよ。ダメダメ。でも出すんですよ。やめた方がいいよ、ママ。秋山さんと言い合いになるんですよ。書いたんだから。いや、書き直せばいいじゃん、それ。一番安いのでいいよって、そういう人に惚れない？ねえ、俺はそういうタイプだよね。よし、さあ、じゃあ、柳瀬の妻が決まったということで、まあまあ何歌っちゃおうかな。時代。時代。その心は？ママに会いたいなと思って。どれぐらい世話になったのよ、そのママに。もうお母さんって感じ、柳瀬の。そのお母さん、なんて名前？その人は。中村美津子。美津子さん。中村美津子ってまたなんかもう、皮ちぶしでも歌えそうな。寝ましょう、回る回るよ、時代は回る、喜び悲しみ繰り返し、今日は別れた恋人たちも生まれ変わって巡り合うよ。さあ、83.022、イエーイ。88に見えません。88じゃない。南ちゃん、ありがとう。ありがとうございます。すいませんね。南ちゃん、頑張って。ありがとうございます。歴史をもっと作ってくださいよ。はい、頑張ります。頑張れ頑張れ、はい、ありがとう。じゃあね、ごさん、ありがとう。ありがとうございます。無口な